はい、今回は自分がおすすめするスーパーセットを紹介していきます。まあ、時間がない時なんか非常によく活用してるんですけど、懸垂とベントバローですね。背中の筋肉の発達には欠かせないこの2種目、これを連続してやっていきます。懸垂は肩幅よりやや広い手幅でグリップして、しっかり胸を張った状態で体を引き上げていきます。下ろす時もしっかり効かせながら、すぐベントバローを行っていきます。まあ、ヘッドサポートで行うことで、懸垂の後疲れ切ってこう姿勢の制御が難しくなってきても、しっかり、まあ、サポートされた状態で行えるんで、姿勢を保ったまま最後まで行うことができます。インターバルはもう時間がないときは1分でもうバンバンやっていきます。まだ少し余裕があるなってときはまあ2分ぐらい増やして、だから2セット目からはもう回数が落ちたとしても気にせず、しっかり使い切ることを考えながら行ってます。でこれを3から4セット、まあ、大体10分15分以内には終わるワークアウトです。
まあ、短い時間でしっかりと背中を使い切って、まあ、筋肉の成長を促し、まあ、筋肥大や筋力アップの効果も高いワークアウトなので、まあ、ライフスタイルにもよると思いますけど、なかなか仕事とか私生活でトレーニングの時間が持てないという人はこういった、まあ、時間短縮用のトレーニングを参考にやってみてください。ご視聴ありがとうございました。